で使ってみたらすごく良かったので、何もエビジュースそう合剣とか初め仕入れたらすごい研磨力があってなおかつ減りづらいみたいな。でそこでなんかこう砥石のなんだろうね用途の違いってなんつうんだろうな。でもキングでもあるんでしょうけどね、そういう減りづらくて研磨力あるのも。でもなんかそっちより先に何は行っちゃって、それで何はシリーズを気に入ってしまったっていうエビ印気に入っちゃった。細かく言うと、まあ研ぐときに粗いもので形を作ってっていうのは分かるけど、それぞれの大体この番手からこの番手はこういう役割っていうので言うと、どういう役割？メーカーですか？いや、もう一般的に番手だけで。下ってどんぐらい粗いのってどんぐらいから？うちは120番です。120ってどんな作業する？120は例えば農具ですよね。うちだと鎌とかそういうものは切れ味今見せたいですけど、そう粗とのね切れ味見せます。あ、じゃあお願いします。それあった方がすっごい早い。